皆さんこんにちは。放射線や除染についてウェブで講義をさせていただいている大地と申します。今日も一緒に勉強していきましょう。今日のテーマは放射性同位体についてです。早速始めていきましょう。子供たちが遊んでいますね。あの子供たち、なんだかとても似ていませんか？そうですね。とてもよく似ているので、三つ子かもしれませんね。でも、よく見ると、少しずつ違うところもありますよね。本当ですね。ほくろの数が、一つ、二つ、三つ、と、それぞれ違っていますね。せっかくの機会ですので、今日は同じ元素でも構造上のわずかな違いで、例えば放射能など異なった性質を持つものもあるということについてお話ししたいと思います。その前に原子の構造について簡単におさらいしておきましょう。これはヘリウム原子の例ですが、原子の中心には原子核と呼ばれる部分があり、ヘリウム原子の場合、二つの陽子と二つの中性子から構成されています。そして、原子核の周辺を二つの電子が回っているというイメージです。そして、この原子の状態を表現するために、この元素記号の左下に原子番号、つまり陽子数を書き、この元素記号の左上に質量数、つまり陽子数と中性子数を足した数を書くことがあります。ええ、これは学校で習ったのでなんとなく覚えています。そして元素の中には同じ陽子の数を持ちながら違う中性子数を持つものがあります。つまり同じ元素でありながら違う質量数を持つとも言うことができます。その代表例が水素です。水素の陽子数は1で、環境中に存在する割合が高いのは、中性子を持たない、軽水素です。そして、水素には、中性子を1つ持つ、つまり、質量数が2である、重水素があります。重水素はデューテリウム、と呼ばれることもあります。そして、中性子を2つ持つ、つまり、質量数が3の水素もあり、これは三重水素、またはトリチウムとも呼ばれます。そして、同じ元素でありながら、違う質量数を持つ、これらの原子を、同位体、またはアイソトープというのです。ちなみに、重水素や三重水素は、軽水素と比較すると量はかなり少ないですが、自然界にも存在しています。水素には、他にも同位体はありますが、ここでは、代表的な3つの同位体のみ紹介しておきます。そして、その中でも、特に三重水素、つまりトリチウムについては、放射能を有しており、放射性同位体、またはラジオアイソトープと呼ばれます。トリチウムの性質などについては、また別の動画で解説したいと思います。確かに、いずれも水素という同じ元素ですが、質量数が違うと性質も変わってくるんですね。ちなみに他にはどのような同位体の例がありますか？また放射能を持つ同位体もあるとのことですが、健康への影響は大丈夫なのでしょうか？放射線被曝による健康影響については別の機会に詳細に解説したいと思いますが、概要については別の動画で被曝する放射線の量や種類などによって変わってくるということを説明していますので、そちらもご覧ください。そして同位体の別の例としては炭素があります。炭素の陽子数は6ですが、炭素にもたくさんの同位体があります。ここでは中性子数が6、7、8、つまり質量数が12、13、14の代表的な3つの同位体のみ紹介しておきます。これらは、それぞれ、炭素12、炭素13、炭素14、と呼ばれますが、このうち、
炭素14が放射能を有する放射性同位体です。ちなみに放射性同位体の活用例としては、例えば炭素14は自然の生態系や生存していた頃の動植物内での炭素14の存在比率がほぼ一定であることを利用して、その動植物がいつ頃存在していたかを判定する放射性炭素年代測定という手法で、考古学や芸術などの分野で広く使われています。なるほど。質量数が少し違うだけで放射能を持つなど性質が大きく変わることもあるんですね。それにその放射能が考古学や芸術の分野で活用されている例もあるんですね。それでは今日のポイントです。今日は放射性同位体についてお話をしました。まず同位体は同じ陽子数を持つ同じ元素でありながら、お互いに異なる質量数を持つ元素の関係やそれぞれの各種のことを指します。放射性同位体は同位体のうち放射能を有するもので、例えば酸重水素や炭素14がこれに該当します。放射性同位体は放射性物質なので、その被曝量などによっては当然健康に影響を与えることもありますが、一方で中には自然界にもともと存在するものもあること、また考古学や芸術の分野で活用されている例もあるというお話をしました。今日の講義はここまでにしたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。本チャンネルでは放射線や除染などに関して皆さんの役に立つ情報を配信していきます。よろしければチャンネル登録、いいねボタンなどよろしくお願いいたします。